ジャパニーズアップサイクルボリューム3、日本の労働生産性をどう上げる。7分間でワクワクするビジネスが見えてくる、チャンス2チャレンジ、中島誠二のビジタツ7。第73回目のテーマは、ジャパニーズアップサイクルボリューム3、日本の労働生産性をどう上げる。ということで、日本の労働生産性が低いと、残念ながら低い、それをどう上げていくのかっていうのが、まあ今私のテーマというよりは日本のテーマということですね。労働生産性を上げるためには、労働成果を労働量で割っていけばいいわけですね。ですから成果としてできたものを、まあその労働量なのか、まあ人数なのか、時間で割るのかっていうことですね。もう少し分かりやすく言いますと、ここに書いてあります、付加価値を労働投入量で割っていけば出てくると。いや、これは分かりきったことなんですが、じゃあ付加価値を上げるか、労働投入量を少なくすれば当然労働生産性は上がるということになるわけなんですね。さて、今お話ししましたように、ジャパニーズアップサイクルというのはこれでボリューム3です。ということは3回目っていうことで、これが2回目の概念図なわけなんですが、全部でこう7つこう出しています。はい。で、この時はまだ全方位外交をしましょうとね、いろいろなことをきちっと取り入れていかないと、この労働生産性は上がりませんよっていう話をしていたんですが、全部でこれ7つあります。今回それを少し絞ってみました。なぜ絞ることに至ったかと言いますと、改めてここにちらっとね、これが労働生産性比較表、まあ世界の労働生産性、世界の国のですね、1位がアイルランドですよ。あ、ちなみに2019年のデータですね、日本生産性本部からいただいたデータなわけなんですが、アイルランド、ルクセンブルク、ノルウェー、デンマーク、ベルギー、おお、なんか大きな国が入ってませんね。やっとこう6位でフランス、8位でアメリカ、12位がドイツ、ね、イギリスが16位、イタリアが17位、カナダが18位、ふらふら日本が出てきません。日本が21位っていうことなんですね。はい。これが先進7カ国をとっても日本はドンペと一番ケツにいるっていうことが、まあ問題なわけなんですが、今思いますと、このジャパニーズアップサイクルのボリューム1の時は、あの時はね、もう24位くらいだったんですね。やっぱりそこにも問題があると。まあ、日本は今だんだん労働人口がこれから減ってくるわけですね。減ってきて、それでいて今労働生産性が低い、そして中小企業ばかりであって、まあどんどん新しい、まあ開発のための、また研究のための投資もできない、また DX もなかなか進まないっていう、そういう中にあって、じゃあどうしてったらいいのとね、未だに21位ということで、もちろんもう一度繰り返します。デジタル化、オンライン化はもちろん、これが一番 DX が遅れてるわけなんですが、これはもちろんしっかり取り込まなきゃいけない、ここにも書いてあります。そして高付加価値化、これは、より価値の高いものをやっぱり作っていくと、これは研究開発であるとか、それなりに投資していかないとそれは無理だと。そして高所得経済化、やっぱり給与を上げていく、まあ、これ今ありますけど、最低賃金を上げてしまえば、なかなか人に頼った生産性っていうのはできなくなる。それをいいことに給料も上がるし、結果的にもうちょっと機械化を進めなきゃいけない、 AI 化を進めなきゃいけないっていう、そういう発想もできるぞと。はい。まああんまりそこにね、突っ込んでいくと前に進みませんので、グローバル化はもちろんで、企業規模の拡大、これはまあ後で出てきますね。働き方改革はまあどんどん進めようとしてるけど、これと DX は関係してますからね。そして組織改革も必要だと。
さて改めて今回ボリューム3としたのは、この労働生産性すなわち付加価値を上げ、そして労働投入量を低くしていくといえば、当然労働生産性は上がってくる。はい、そこで DX の実践というのは、先ほども言いましたように、まだまだまあ日本はデジタルトランスフォーメーションが実践されていない、これはもう当然していく。でもその代わり労働投入量を逆に減らしていくと、減らしていくっていう行為をすると、結果的にまあ機械化をしなきゃいけないでしょうし、まあ先ほども言ったようにこう高付加価値化とはちょっと違いますけど、高所得経済化に回していくと、結果的にまあ先ほどの最低賃金法ね、あれを上げてしまうね、あの法律によって最低賃金を上げることはたくさん人を雇えなくなる、雇えなくなるってことは、どうやったら効率のいい生産性が上がるのかっていうことを、まあ中小企業の社長たちも考えるようになるぞと。はい、そしてここに書いてあります高付加価値化、これはまあ1個ずつちょっと当たっていくためには、高付加価値化ってなりますと、やっぱりねアイデア商品ですね。いや、もっと言えばやっぱり研究開発費を取る、そしてまたそうい う, こうセンスを持った、またいろんなこう思考発想のできる人たちをきちっと雇うと、いやもっと言えばそういうところと連携を取るっていうことがこれから必要になってくる。そしてやっぱりブランディングですね。やっぱりこうブランドをしっかりこう作っていく、まあルイ・ヴィトンがね、皆さんご存知のようにあの高いお金を払ってね、ブランドを買うようなもんですよ。だからそういうことを思うと、やっぱりこのブランディングっていうのは大きいなと。あとはまあコーマーケティング、まあ高いレベルのマーケティングを展開していくっていう、はい、でよくこのビジタス7でもお話してます、このアート思考、完成思考、デザイン思考、やっぱりこういう思考がどん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 プラスされていかないと高付加価値化もできないぞと。そしてもう一つ今回しっかりこうスポットを当てたいのがキャリア転換ですね。やっぱり日本は人物金が動いて経済が活性化するはずなのにね、日本はっていうのはね、これからのいうところなんですが、すなわちやっぱり人が動かないとダメだと、まあ観光地もそうですね。やっぱり今このコロナ禍によって動かないと全然ね、いろんなこう地域も産業も活性化しないように、やっぱり人が動かなきゃいけない。それは今言っていた、まあ人が観光地に動いていくということだけではなくて、その企業にべったりではなくて、どん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 人が動くと、やっぱりこうキャリア転換というのは、キャリア転換することが結果的に活性化してくるんだと。あのアメリカの政権が、大統領が変わりますと、あのスタッフ、補佐官、あの周り、みんないなくなるんですよ。じゃあいなくなってその人方が大変かと言いますと、実は、ね、大学で、ね、先生として働いていったり、そしてまたそうい う, こうコンサル企業にこうシンクタンクに入ってね、こう活躍したりであるとか、いや引っ張りだこになるんですよ。その次なるステージのこうキャリアに行けるんですよ。でまた次なる人たちが、まあ、その次なる政権でこう活躍する場ができてくるということで、やっぱり人が動くってことはそれなりにやっぱり活性化して、この日本が動かなすぎたということが、まずこのキャリア転換を私が3つ目に挙げている理由。そして M&A ですよ。まあこれはあの、まあ私自身は M&A はしてはいないんですけども、私の知ってる仲間の経営者たちはかなり M&A に取り組んでいるというか、取り入れている、そして成功事例をたくさん知っています。すなわちやっぱり M&A をすることが日本の中小企業が多いという問題、アメリカは5割、250人以上の会社というのは働いている人の半分がそういうところで働いている。日本は 13% 程度です。250人以上の会社で働いているということは、ほとんど中小企業だと。中小企業は今までは良かったのかもしれないけども、これからはそれなりの規模がない限りは、先ほど言ったように研究開発費も難しい、 DX をするためのまあそれなりの投資しなきゃいけない部分も難しいとかね、ロボットを使うにしても AI を導入するにしても、どうしても中小企業が遅れてくるということもあって、僕は M&A をどん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 進めていかなきゃいけないんじゃないかということで、今回このジャパニーズアップサイクルボリューム3のために、この
DX の実践、高付加価値化、そしてキャリア転換で M&A の促進という、この4つをちょっとピックアップして、これを実現することが今日本の生産性が21位、これをどん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 10何位にしていって、今度1桁にしていくということをしない限りは、日本がまだまだ、世界で活躍する、経済的に活躍する場も作れないんじゃないかっていうことで、ジャパニーズアップサイクルボリューム3、日本の労働生産性をどう上げるっていうお話でした。いろいろチャレンジしましょう。